はい、ということでどうも皆さんこんばんはです。続けて収録していきましょう。今回からねまた新シリーズが始まりまして、我らが道に敵なしシリーズ、こちら3つあるので、まあ、順にねやってまいりましょう。ということなんですけれども、今回はねマスターアジア東方杯でねやっていきましょう。で、パートナーがこれデュオになってますね。どうしよう、デュオのままでいいのかな。まあ、いっか。でですね、あ、そうそう、新シリーズということなんですけれども、早速ね、ミッションの概要を読ませていただきます。謎の情報提供者は信じがたい事実を彼らに突きつけた。しかし、それが彼らの行く道を何か大きく変えるだろうか。いや、それはない。彼らの信じる道においてはその程度のことなど障害にはならないのだね、というふうに書かれておりますので、早速やっていきましょうか。 Easy。 オペレーターは今回も使用できません。そして、もちろん使い機体はこのマスターガンダムね、三島平八ガンダムでいきましょう。よっしゃー、やっていこうぜ。まあそうですね、1個目なので特に大きなねストーリーの変化というのはないと思うんですけどもね。ドズルにマッシュ、今のね、ドズル元が仲間だったっけ、ちょっと記憶ないですけども。相手方はキラとシン、そしてキラを倒せば、勝利となるわけですね。敗北条件として、あ、ドズルスにやられたらこれ終わりか。じゃあ守りながらやらないといけないですね。それから戦力ゲージゼロの状態で私が撃墜されたらゲームオーバーというような形なので、まあそれらにね気をつけて早速、やってまいりましょう。マスターガンダムですね。お、いい曲来たぜ。さあ、どうしよう、ドズルさんはまず助けに行きますか。救出せよってことなので、よし、行くぜ。了解。そうですね、ドモンのゴッドと一緒でマスターもこうやって走るんですね。この走るタイプ割と好きだったです。なんかいいですね、新鮮です。そしてドズルさん大丈夫か。いた、ゲルググですね。おお、くそ、おら。まあね、早速助けていくんですが、まあマスターはね1から出てるんですけど、まあ非常にこう何ですかね、癖強い感じでしょうか。どうしかって言ったら、まあ決して弱いわけではないんですけども、多少扱いが難しいというような、印象でしょうかね。まあそんな、マスターなんですが、無双はどんなだったかな、ちょっともう覚えてないな。よし、まずはドズルさんをお救いしてと、次行きましょうかね。うわ、シーン嫌だった。よっしゃ、よいしょ。あんたが正しいって言うなら俺に勝ってみせろ。だからお前はアホなのだ。でも諦めちゃったらダメでしょ。だけど、はい、言ってる間にシーンを倒しました。わしが正しいかお前が正しいか決着をつけてくれるわ。シーン1位撤退ですね。練習ではこんな、よし、こんなところか。統合腐敗の恐ろしさ、その目に焼き付けるがよい。あやつ、やりおる。なぜそんなことを平然とできる。まあ、こんなところでね片付けていくんですが、先ほどね SP 攻撃使いましたが、これですね、まあなんか波動みたいな出す技なんですけど、割とあの範囲がね広かったですので使い勝手はそんなに悪くないですね。次は、ジャンプ無双ね見せていきたいと思います。まあそれあれですね、溜まるまでちょっとお待ちください。よし、まあこんなところで次行こうか。よしよしよし、どんどんねいいペースで進めてまいりましょう。こちらなんですが、あ、マシさんいますね、助けるぜ。よっと、足のあまりの強さにシュート。よし、まあこんなところで次ですね、どんどん行きましょう。はい、ということでこちらはなんだ、 E フィールド、こちらねやっていきましょう。お、たまった、敵が固まったらじゃあ出したいんですが、いくか。よいしょー、突進技ですね。はい、し、まあ、これもね使いやすいので、マスターあの無双に関しては非常に文句なしですね。デュオ、ありがてえ。そして僕はねこう集まって敵を投げるというね感じなんですけれども、うん、まあこんなところかな。シンまた来たか。であればまた叩き潰してやるか。はいはい、入って、なんとかいけるか。あー無理だった、くそ。よし、まあねこれで OK でしょう。はい、デスティニーガンダムをね退けたところで、次行きましょう。
僕は戦う。ふざけたやつめ、わしが成敗してくれるわ。気持ちだけで一体何が守れるって言うんだ。だからお前はアホなのだ。さあ、ストライクフリーダムガンダムでしょうか。来ましたね、キラ。相変わらずイケボなんですけれどもお、ドズラが味方本拠地防衛のために移動しましたね。であれば、まあ僕が引き継いでやっていきましょう。うん、ちょっとあれですね、時間がまだあるので制圧しちゃいましょう。ほらほらほら、いや楽しいな、マスターこうやって使ってみると。いけ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 、なんどうなってる。守れないものもある。僕が守らない。みんながうわ、まあ諦めにはいかねえんだ。おっと、危ねえ、ちょっと詰まったんでやばいかなと思ったんですけど。大口を叩いた割には貴様の拳は一度も足のボディを捉えておらんぞ。足の手にかかれば造作もない。よし、まあこんなところでしょう。敵本拠地の制圧により敵軍の再出撃をそしりましたと。そしてキラが一時撤退、戦闘に勝利、やりましたね。うん、ただマスターこうやって見るとかっこいいですよね、やっぱり。まあ色合いとかもそうなんですけども、形もその、これ特有っていうのがね、感じがありまして、非常に、ね、悪くないような感じですね。そしてレベルがいくつ上がるでしょうか。うん、まあ3レベルですね。おお、特になんもなく次に進むのか。まあランク2いらないので捨てましょう。ランク1かいらんな。うん、これ2に変えましょう。そしてネモ、ランク2捨てましてと。それからストライクフリーダム、ランク1かいらないな。そして会話パートですね。あ、ガトーの上司なのかな。デュオだもんな。うん、ただドズさん冷静と言いますか、別に決めせんというようなことで言ってるよね。まあ確かにね、変なのと言いますか、特徴的な人が多いですよね、このチームっていうのは。はい、ということで帰ってまいりました。おそらくドズルさんから、あ、来てますね、軍人のプライド、これ見ていきましょう。割とまともな考えしてるんですね。ドズルザビさんが共感対象になりました。あ、この人ザビ家か。彼の人間性に触れ、その誇りを理解することでその心に近づけるかもしれません。うん、娘ミネバだからオードリーさんのパパなのかな、ちゃうかな。まあてな感じでやってまいりましたが、今回は以上となります。次回またね、このシリーズの続編と言いますか、2ね、やっていきますのでご期待ください。まだちょっとね、誰でやるか決めてないですけども、まあ誰かしらでやっていきたいなと思っておりますので、ぜひね、こちらも見てあげてください。ではね、今回はここまでといたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。また次のパートでね、お会いしましょう。それではね、その時まで、さよならです。バイ。